今回も編成チームです。今回はブリーチからグリムジョーと、トシロとナルトからウチハマダラオカ、はい、でコンピューターの方が、ウラメシユウスケ、そうだ、ウラメシユウスケですね。ウラメシユウスケとあとベジータとフリーザのチームですね。はい、さあこれはね、すんなり勝ったと思いますよ。このグリムジョーってホローカー、あのブリーチの中で人が亡くなってホローになって、でその中からまた選ばれし者がこうどん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 こう強くなってって、まあ、お化けみたいなものからまた人間になっていくっていうような感じなんですね。でアイゼンに力をもらってこう強くなっていくんですね。で、まあ、ブリーチの中では結構こうね、あのイチゴと戦うんですけど、まあすごいバトルで、まあこのあれですね、ジャンプホースのゲームの中でこう出てくると思わなかったですね。もっとなんかあの違う13番隊からこういろいろ出てくると思ったんですけど、グリムジョーが出てくるとは思わなかったです。まあアイゼンも意外だったんですけどね。はい、あとウチハマダラもね、私あの今あれ見てますけど、あのなんだボルナルト、ボルトはまだなんですけどね、まだ出てこないですね。まあ、意外な人物がこう入ってるなっていうのがこうジャンプホースですね。はい、浦飯雄介全然名前出てこなかったです。もう古すぎて、まあ、レイガンですからね、まあ、あとベジータとフリーザはね安定のキャラクターですからね、はい、強いですよ。まあ、まああっという間に勝っちゃいましたね。ラウンド2ですね、トシロー。これね、あのトシローってね、結構ブリーチの中ではね、イチゴにバカにされてるんですよね。トシロー呼ぶな、隊長と呼べとか言ってるんですけどね、こう覚醒すると挽回でこうなんか、ね、氷の竜みたいなのが出てくるんですよ。小学生だと思います、年齢的には。はい、このね、ノーマルだと思うんで、まあ、やられてもね、パワー減らないんで、まあ、たくさんやられれば、覚醒できて、挽回使えるんでね。挽回になるとね、これね、年はね、大人になるんですよ、ジャンプホースだと。実際アニメとか漫画ではそういう風にはならないんですよ。ほら、いきなりかっこよくなっちゃってね。うん、のなんか、すごい、ロックバンド。あんまりこうパワーないんだろうな彼ね。もうベジータが今回コンピューター対戦相手ですね。まあでもね、ノーマルなんでベジータにいくら受けてもそんなパワー減らないんで大丈夫ですよ、ね、このまま多分すんなり勝ってっちゃうと思うんですよ、敏郎ちゃんで。ね、子供から大人になっちゃうんですからね。これもね、びっくりしました、ジャンプ、ジャンプホース。また、グリムジョーですね。グリムジョーもね、かっこいいですよ。変身するとね。では、以上でした。